長託像、長託像、長託は、南越の初代王。上山軍新帝剣の人。四季、南越列伝、漢女、南蛮伝によると、別称は上太、上田。もともとは、旗の管理であったとと、人号の部下であった。紀元前221年に始皇帝が、天下統一を成し遂げると、直命で、とは、南海軍の軍主に、人号は、軍上に、 長卓は、立川県の県令に任じられ、共に謀反を起こした百越などの南方の蛮族の統治を命じられた。彼らの任務は百越の鎮圧と、北方の漢族を移住させることであった。現地には、現住民の越人がいた。しかし、この鎮圧中に、都は越人によって殺害されたという。まもなく人号は病にかかり、信頼が厚い部下の長卓を公認として、 ここは旗から独立するのに適した地域だ。君ならできるだろうと言い残して死去した。長拓は、任坊の意思を受け継いで、南海軍上代行を兼任した。早速、付近の候補、洋山、高谷関などに不礼を出して、関東周辺で厳格な法律を敷いた。やがて、長拓は、朝廷から派遣された高官の不正を摘発して、これを果敢に処刑し、自分の部下に、 その代理を委ねたという。紀元前206年、旗が豪雨に滅ぼされると、任豪の意志通り、長卓は隣接する経輪軍、増軍に軍勢を率いて、これを平頓した。やがて紀元前203年に国豪を、南越として自ら、武王と称した。紀元前202年、高祖劉邦が功績を打ち取って天下を統一し、全冠を起こすが、皇籍との長年の戦いで、 軍隊は疲労していたために、あえて南越への遠征はしなかったという。紀元前196年、皇祖は祖出身の陸家を和睦の施設として派遣した。陸家を出迎えた、長多区は、正式に南越王として、印児を受け取り、国境を調査国とすることで、話はまとまった。その際に、陸家に対し砲玉を送った。後に、はその砲玉を売り渡して、 息子5人にはけ与え自立資金とさせた。旅行の時、中央から派遣された管理が、長田に向かって、鉄製器具の交易の廃止を申請した。長他区はこれを南越を滅ぼそうとする長佐王の陰謀と考えた。長他区は武帝を自称し、長佐国を攻撃して、その数件を蹂躙し、財宝と人民を奪って外戦した。旅行は、紀元前182年頃に、 呂良校の州別墜に南越遠征を命じた。しかし、初期と薬病のために指揮を喪失し、両校が死去すると、州別墜は一年余りで関東から全面的に撤退した。これを機会と捉えた、超託は勢いに乗じて、古大古方面に北進した。さらに、西北方面の洛越にも遠征し、彼らに財産を与えて、これを支配下に置いた。 やがて、蝶卓は、河南全域と、河中南部の一部などの広大な地域を南越の領土とした。ついに、蝶卓は、帝と称して南越国の武帝と合した。紀元前179年、漁師が中滅されて文帝が即位した。すると文帝は、長卓の一族を懐柔し、さらに、長卓と面識がある太とし中太有、陸家を再び施設として派遣した。 それ以来、長宅は、藩王として、毎年貢ぎ物を送ったという。それは、慶帝の代になっても引き継がれた。しかし、南越国内では、依然、武帝と称えたようである。剣元四年、高齢となった武王は百余歳で皇居した。武王の子死や諸子はすでに父よりも先だったので、着孫の長が、祖父の後を継いだ。息子は、大越式前書に、長は初めの名が見える。 孫には、長をはじめとして、創尊の長栄人氏、現尊の長京、その諸兄の長子氏、その末弟の長次公、最後の王である、術陽公、長賢徳がいる。また、長他の俗孫に、総庫軍の新王、長公もいる。長他の六世今後の長賢徳は武帝率いる官の軍勢によって捕虜となったが、その後の事項は不詳である。ありがとうございます。